雲であります。今日の訓練は自衛隊式手榴弾の投げ方。準備で肩幅に足を開けます。で、手榴弾の安全バーのところを握って、ここにナス缶みたいな安全ピンがついてるので、ここに人差し指をかけます。で、胸の位置、胸を張る、ピン抜け投げの合図でピンを抜いて、肘を伸ばして、ちょっとこっちの膝を曲げて、肘を伸ばしたままこういう感じで体重を移動させて投げます。ピン抜け投げ、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 ちょっと痛い。痛い。肘は曲げて野球投げみたいに投げた方が絶対投げやすいんですけど、あえてこの投げにくい投げ方をするのは怪我防止とかそういう理由もあるかもしれません。肘を伸ばしたまま投げた方がこのまま捨てやすそうな感じもする。世界はね、いろいろあります、投げ方。みんなこれじゃなくて、いろいろ国によっても投げ方が様々あります。だいたい手榴弾は20メートルぐらい飛ばします。ということで、今日は自衛隊式の手榴弾の投げ方でゴミを拾いたいと思います。オレンジジュースかな。ゴミ箱っぽいやつが落ちてる。目標20メートル。ピン抜きよ。投げ。そのまま入れた方が早いそれは言わない。ミリタリー頼むの。訓練を兼ねないと。訓練を兼ねて地球が綺麗になる。全員が幸せ。以上、ピン抜けよ。投げ、あ、投げ、あ、投げ、隊長、今何度もめげずにやってる姿にちょっと感動しました。いつものツッコむ隊長だったら2、3回諦めるんですけど、今 5回ぐらい。伝えたいのはこれ。感動しました。ってことで、今日1個でも入れば帰りましょう。入れまで帰れません。そうそう、行きましょう。よくないよね、ゴミね、こんなね。
まあでもポイ捨てされたとは限らないからね。まあこうどっかから流れてきてしまった誰かが大切にしてたものかもしれないですね。何これ、あ、コーン、こんなの持ってる。発電処理しときましょうか。決め台詞見つけた。決め台詞、よし、入れてくれ、ピン抜けよし、投げ、投げ、あー投げ、ほい、あー、おいピンの方、またやろー、絶対出て帰りたい。もう出の肩の力がないんだけど、正しい断着地点、これが愛じゃなければ何と呼ぶのか僕は知らなかった。呼べよ花の名前をただ一つだけ、距離はよし、コース。ママでいい、これが愛じゃなければ今欲しいな。この海、肩で壊れる。